校の梅田先生とは。あ、話が長くて申し訳ない。終わった後大丈夫ですよね、先生も。大丈夫ですよ、みんなね。はい、いや、ここでやらなくたら、そこら辺の味、この間の味の民芸で、あ、なんだっけ、あの鳥のあれ、はい、飲みながら行きますんで。どうもどうも、はい、どうも。じゃあ、それを楽しみに。はい、どうも、申し訳ございません。はい、私、今、がんセンターにいるんですけども、1998年ぐらいですよね、梅田先生に多分あったのは。愛知県がんセンターにいる時からで、もう15年以上、18年ぐらい、それ以来、共同研究させていただいて、梅田先生さんも皆さんご存じの通り、褒め上手なんで、こう、おだてられつつ、今日もおだてられてきました。で、まあ、今日何の話するか全然あまり聞いてなかったけど、多分こういう話が興味あるんじゃないかなと思って、去年の実はがん学会のモーニングセミナー、モーニングレクチャーというのがあるんですけども、それでお話した時にちょっとまとめたやつを少し膨らませて用意しました。で、まあ、人性上上皮細胞バイオビーズの進化というがん研究を。で、梅田先生とお会いした頃に、梅田先生は肝葉系細胞のスペシャリストで、肝葉系肝細胞の培養ということで、最初、共同研究を始めたんですけど、僕はあんまり肝葉系細胞は実は興味がなくてですね、上皮細胞の培養ばっかりをやってます。で、まあ、基本的にはどうやったら培養できるかっていうのは、ずっとやってて、まあ、それで、私のデータもあるし、まあ、最近の進歩も紹介して、若い人にさらにこの先を進めてもらいたいというつもりで登壇しています。で、まあ、もうこの辺は生育で話すのは恥ずかしいんですけども、まあ、今細胞培養というのは 何をやっているかというと、まあ、もともとは iPS だったり ES 細胞が分化していく細胞の途中の組織の幹細胞を体外で増やすのが細胞培養だというですね。もちろん iPS とか ES も培養できるわけですけども、まあ、大元親大元の幹細胞あるいはある程度分化した時の組織幹細胞で、この組織幹細胞の概念も結構、まあ、流動的で、例えば骨髄にある血液造血幹細胞というのは1種類しかないとか言われてたんだけども、最近はもうちょっと分化した段階でも結構幹細胞として、まあ、今までは前駆細胞と呼ばれてですね。だから、まあ前駆細胞と幹細胞ってあんまり境界が明瞭じゃなくて、まあ、iPS とか ES 細胞から見たら組織幹細胞も、まあ、分化した細胞なので、まあ、手が増えれば幹細胞という話というつもりで今日は話をしています。で、まあ、この iPS とか ES 細胞と組織幹細胞は何が違うかというと、まあB セルとか T セルはゲノムもちょっと組み換えを起こして違いますけども、基本的にはエピジェネティックに変化が起きている。このエピジェネティックな変化っていうのは何によって起きるかというと、環境によって起きる。この環境を世間ではリッチだとか細胞希少環境と、でこれがこのエピジェネティックな変化をもたらして、それがドライバーとなって細胞が分化するという、まあ、ごくごく当たり前なんだけども、まあ、非常にシンプルな話なわけです。で、まあ、そこそこ、まあ、僕の研究っていうのはこのそこそこ分化した組織幹細胞のうちの上皮細胞をどうやったら、ちゃんと培養できるかっていうのを、今日お話したいと。で、まあプライマリーカルチャー初代培養細胞を培養すると、まあ、長期培養できないでっていうのは何が起きてるかというと、このピンク色が幹細胞だと思っていただきたいんですけども、こうやって幹細胞は自己複製していくんだけども、この場合には2つになった時に1個は分化して、途中で最終分化して止まってしまうと。そうすると、まあ、元々の幹細胞はこれだと1個1個1個で時間経過しても細胞数は増えずに、最初は 100% 幹細胞だったのに、この辺に来ると10分の1とか1個だけ。でもこれでは経大したらもうなくなっちゃうわけですね。経大できないわけですね。だから、まあ、で一般的にはこれは分裂回数が少なく、倍加時間が長く、
長くてですね、この辺のやつが活発に増殖するので、どん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 こう幹細胞の割合が減っちゃうと。で、まあ、理想的な培養条件を目指しているのは、幹細胞を分化させずに増幅できると、まあ、こういう環境ができれば素晴らしいなと、まあ、思っています。で、通常のまあ、ヒーラー細胞というか普通の細胞株で培養しているときは何が起きているかというと、まあ、そこそこ幹細胞も、まあ、自己複製してセルフリニューアルして、まあ、時々2つものが幹細胞になったり、時には一部が分化したりということで、こう混ざりっけのある細胞として、いるわけですね。だから、まあ、中にはこう分化してもう全然増えなくなった細胞も必ずヒーラー細胞というのもあるわけです。で、これがまあ今日のお話の、最終的にどこまでいっているかという話なんですけども、人細胞技術の進歩と考えると、まだたかだか培養、人の細胞が培養できるようになってから、60数年しか経ってないですね。で、まあ、世界初のこの変に行った何とかさんのもうヒーラー細胞が自立されてから、まあ、その後にですね、からまあ急激に人細胞の培養技術が進歩して、まあ、今インビトロジェの今サモフィッシャーが出てましたけども、培地の開発がこの時期に、1950年代から70年代にものすごい勢いでやられていますね。でもそれが現在の最先端技術で、当時のハイテクだったんだと思うんですけども、そのうちにフィーダー細胞を用いて、まあ、これが上皮細胞の最初の例なんですけども、人の毛足の細胞を培養することができる。で、実は今日お話する内容はこの技術の少し応用に過ぎないというのが後になって分かるんですけども、まあ、この培養法はこんな時期にできています。それから僕が研究始めてすぐぐらいにエアリキッドインタレスタのここでもラフトカルチャーって言った毛足の細胞の3次元培養というのがやられているけども、まあ、それの技術が開発されたのがこの頃で、ジャーナルクラブで紹介したことなんですけども、でその後は、まあ、タートが、クローニングされて、まあ、タートを人線画細胞に導入すると不死化できると。でこれはガデン因子なんですけども、私たちも、まあ、上皮細胞に関してはタート以外に RB の不活化をすることによって、まあ、人の上皮細胞を不死化することができる。を見つけて、で、まあ、そのうちにですね、まあ、山中先生の人 iPS が自立されて、まあ、このハンス・クレバース、名前聞いたことあると思うんですけど、まあ、彼、オランダの人ですけども、消化管の上皮、まあ、腸管上皮の3次元培養、オーガナイズカルチャーを、この頃から、日本人の佐藤さん、まあ、慶応大学に戻ってきたんですけども、この2人が非常に貢献して、消化管上皮の培養というのを確立しています。で、一方でこのさっき言ったこのフィーダー細胞を用いた毛足の細胞の培養法をちょっとこれにロックインヒビターを入れただけなんですけども、これによって上皮細胞、毛足の、まあ、最初の多くが毛足の細胞なんですけども、毛足細胞の細胞を無限培養できるというのを、4年ぐらい前に報告されています。で、最後にですね、今最先端はこの一つ前の腸管の 3D 培養とこのロックインヒビターを用いた上皮ケラセノサイトの無限培養法を組み合わせて、腸管上皮も今もう 2D で二次元培養で無限培養ができるような時代になっているというわけです。で、まあ、その、まあ、背景だとかメカニズムだとかを理解していただければいいんじゃないかなと。で、ただし、まあ、こう言ったら今何でも無限培養できるかっていうというと、そうでもなくて、結構苦労しながらやってて、まあ、文献的には、ね、できることになってるんだけども、できないことも結構あって、まあ、そこをなんとか今埋めようと努力しているということです。で、まあ、この究極は、まあ、いかに培養条件をインビト環境に近づけて、この体内では、まあ、組織幹細胞が、まあ、死ぬまで、まあ、長い人は100歳を超えるまでずっと増え続けているんですよね。でまあ、そういう条件を近づければいけるかと。まあ、ハンス・クレバースのグループも、まあ、これを多分考えて、いろんなファクターを加えていったんだろうというのが、まあ、論文なんか見ると、そういうのが垣間見ることができます。
で、先生何分ぐらいですか。このペースでいくと多分1時間半ぐらいかかっちゃう。もう大丈夫ですか。もし分からなかったらいつでも質問してください。それからもう つまんないから飛ばしてくれてたら飛ばします。で、さっき言った50年代から70年代にかけて今使っている DMEM だとか MEM だとか MAC、HAM、F12 とかもこの辺のも全部この時期に開発されてますね。で、最初はこんな塩類と鶏の結晶と再体結とそれからグルタジンピューレルみたいなとんでもない配置を使ったんですけど、これを、どんどん何が必要なのかというのをこれは一生懸命考えて、アミノ酸、ビタミン、グルコース、塩類というのが基本になっているんですね。で、少しずつ違うので、リンパ球用に RPMI シリーズが開発されたり、セカ CHO、チャイニーズハムスターバリですね、用に、ハムの F というのが開発されて、これに特殊な微量元素ですね。これも延長で MCDB153 というのも、ケラスノサイトの、ケラスノサイト SFM というので売られているので、これの延長分になります。で、倍率の質をもうちょっと細かく見ると、無機塩類と、アミノ酸、必須アミノ酸当然入って、必須じゃないアミノ酸も、入ってます。それからビタミン類と、それからグルコースと、それからソデウムピルベートとか、ピルベン酸含有と不含有って書いたメディウムが DMEM の中でもあると思うんですけど、これは入ったり入ってなかったり。この2つが炭水化物、あとは pH 合わせでエクスタフェノレットマーカーが入っている、非常に、考えてみれば何が必要かって、考えたら、誰にも分かる必須の成分が大体入っているんですね。それが、ここまでたどり着くにはこれがどの濃度がいいかっていうのを一個一個やって、ここにたどり着くのがこのメニューだと思うんですけども、で最近iPS とかでも先生方も多分アドバンス DMF12 でよく使われているんです。これは何が違うかというと、これにアルブミン、アルブマックスという商品名がありますけども、アルブミンだとかトランスペリンだとかインシュリンが入っています。それからあと微量元素が追加されたり、脂肪酸脂質が追加されたり、それから抗酸化剤が含まれているというのは、この辺がアドバンスの中身になっています。で、その他に上皮系の培養だとか、さっきの腸管培養でもこの B27 のサプリメントというのがよく、ほとんどの論文でも使われているんですけども、その中に何かというと、こういうポリアミンですから、結構抗酸化剤というのが入って、抗酸化酵素ですね、カタラーゼ、グルタチオン、SOD、要は酸化を減らす、これ後でも出てきますけど、これが結構重要。さっきのアドバンスに入ってますけど、インシュリン、コルチコイド、プロゲステロン、甲状腺で脂質もいろいろ入ってて、あとビタミンがさらに補充されていると。で、ソデウム性能の微量元素として、キラスの最低 SFM とかにも入ってますけども、こういうのが。で、中身はこういうので、みんなシグマから買える商品ばかりなんですけども、これが、10ミリリットルで3万円とかになって。で、突然話がバーブルエフェクトっていうと思うんですけど、これがんの分野では非常に有名で、ご存知ですか。このバーブルさんっていう人が、このがん細胞っていうのは、TCA サイクルとそれから回答系というのがエネルギー産生の2つの系として重要だっていうのは多分生化学で習ったと思うんですけども、そのがん細胞っていうのはその TCA サイクル、クエン酸経路を使う回路を使わずに回答系を使ってで乳酸を作るという、発酵系ですねを使ってエネルギーを使っている。で普通は酸素のある、状態だったら TCA サイクルが回って TCA サイクルの方がはるかに ATP 酸性量が多いので、そっちを使うんだけども、がん細胞は酸素が豊富な状況にいても、この回答器を使うと。だから、
エネルギーの効率は悪いんで、グルコースをものすごく消費するんですね。だからグルコースをものすごく取り込んで、それで乳酸を作る。で、まあ、いい点は、がん細胞ってあの血管が入り込まずに、低酸素のところでも増えなくちゃいけない、増えるんですけども、まあ、そういうところでも、この解凍器を使えば増えられます。で、そのためにはグルコースを大量に取り込まなくちゃいけないから、グルットワンっていうその、グルコーストランスポーター、細胞膜上にあるグルコーストランスポーターがものすごく高発現しているのががん細胞一般的にあって、まあ、それを利用してそのグルコースに、放射性同位元素をくっつけたやつを入れると、まあ、がん細胞に特異的に比較的特異的によく取り込むということで、まあ、FDG ペットというのががんの診断に用いられているわけです。で、まあ、この実はこのバーグリーエフェクトというのはそのがん細胞においての発見なんですけども、この解凍系を利用するというのは、がん細胞だけじゃなくて、ES だとか iPS、それから、今日の培養、正常の幹細胞においても、解凍系をよく利用していると。そうすることで、いろんなメリットがあるんですけども、その最大のメリットは、今現状ではその酸化ストレスを減らすというのが最大のメリットじゃないかというふうに考えられています。TC サイクルというのは、要はミトコンドリアで、酸化反応によってエネルギーを得るわけですね。そうするとミトコンドリアからはそのロスってリアクティブオキシジェンスピーシーズってのが出てきて、要は、よくテレビの中で錆びさせるっていう同活な錆びさせることだっていうんだけども、要はミトコンドリアでロスが産生されることによって、細胞が錆びちゃって、それによって、具体的にはゲノムにどん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 、もうちょっと真面目な話すると、ハチオキシグアニンという、グアニンにアダプト、グアニンが酸化されちゃって、それが DNA に取り込まれると、ミューテーションが起きちゃうと。で、それを修復するためにものすごく細胞を頑張らなくちゃいけないんだけども、で、そのロスを減らすっていうことは、そういう、無駄なことをしなくて済むと。そのロスを減らすためにはミトコンドリアでの TCA サイクルをあんまり回さない方が有利で、そのためには解凍器を使った方がいいというので、ステムセルというのは分化細胞と違ってゲノムにミューテーションあると代々子孫に受け継がれてしまうので、おそらくそういう酸化ストレスのできるだけかからない条件を保つために解凍器をよく利用しているんだろうという理解、それは僕だけのじゃなくて多分多くの人のコンセンサスだと思います。で、これが解凍グルコースから、ピルビン酸ができて、ピルビン酸がミトコンドリアに TCA サイクルが回ると。で、TCA サイクル普通は右回りになってどんどん酸化してエネルギーを取っていくんですけども、これが回ると。で、これを制御しているのにいろんなコースがあるんだけども、細胞、幹細胞というのは何をやっているかといったら、筋肉だったらミオシンとか作らなくちゃ、一生懸命ものすごく大量に作らなくちゃいけないんだけども、幹細胞というのはひたすら DNA を複製して分裂すればいいということなので、ヌクレオタイドを作って、あとリピッドこの辺から、ストレートからリピッドを作るんですけども、あとは、アミノ酸、必須じゃないアミノ酸をこの辺から作ると。でこの経路を動かせばいいので、TC サイクルは実はほとんど回さなくていいわけなんですね。でなんで、分化細胞は逆に言うと TC サイクルをいっぱい回すかというと、このエネルギーを使って筋肉細胞だったらミオシンとか、余分なタンパクを大量に作らなくちゃいけない。だからゲノムが傷がついてもいいから一生懸命その分化細胞としての、赤血球だったらヘモグロビン大量に作らなくちゃいけない、そういうことにエネルギーを使うためにTCA サイクルでいっぱい ATP を作る。でこっち側は幹細胞はただ DNA 合成して分裂すればいいだけなので、いわゆるハウスキーピング遺伝子だけ発現すればいいですよね。だからミニマムな遺伝子発現 と、そのために必要な DNA 合成、から必要なリピートとタンパク合成、必要なアミノ酸を合成させるという経路に、こちらに。でこちらを回すと、酸化ストレスがどんどんかかっちゃうんだけども、こちら側を回していると、還元剤がいっぱいできるんですね。
GSH だとか NADPH だとか、それによって、まあ、酸化ストレスがあったとしてもその酸化ストレスを、中和して、ゲノムに傷を入れないようにするとか、まあ、そういう意味で、まあ、考えられます。で、今日の、トピック、今までちょっとイントロですけども、まあ、ヒト正常細胞の不思議とはどういうのか。で、この人組織幹細胞を培養する上での問題、もう今はもうこれが解決しちゃってるわけなんですけども、まあ、人の細胞を培養すると細胞老化が起きちゃうというのが、まあ、この1960年代と見つけと提唱されて、で最初はいろいろと培養条件が悪いから増えなくなるんだろうという批判があったんですけども、そのテロメレスの、まあ、カタリックサミネットのタートが、見つかって、これを入れたらさっき繊維が細胞不死化するって言ったんですけども、まあ、これで、まあ、実際にリプリケイティブ線熱線というのが、まあ、存在するということで、まあ、公式にセルラー線熱線というのは、まあ、科学的に正しいんだということが証明されたわけですけども、まあ、このテロメアが短くなっていくことで、まあ、染色体の端っこが短くなって、短くなりすぎると、意識的になって、それが DNA 損傷シグナルをもたらすために細胞が止まってしまう、分裂が止まってしまう、まあ、これがいわゆる分裂順というやつです。でそれで、こちら側は非線維化細胞とは起きないんですけど、上皮細胞では必ず、起きていた現象、まあ、これが今起きなくなったんですけども、まあ、これはプレマチュアセネッセンスという、まあ、こちらがマチュアのセネッセンスという意味でプレマチュアと言うんですけども、これは要は培養環境で何らかのストレスを感じて、セネッセンスになるんだろうということで、まあ、プレマチュアセネッセンス、あるいはチップス、ストレスインデュースプレマチュアセネッセンスというような呼び方をします。でこっち側は最初モーダリティステージ1、M1 ステージと言われたので、これより以前に前の方で M0 という呼び方もします。でこれは、まあ、さっき言った、まあ、インビボニッチが再現できないために起きているんだろうと。これが再現できた細胞というのはこれが起きないと。だから線維化細胞は実はこれが起きないんですけども、線維化細胞にとっては DMEM の 10% F ベースという条件は多分、理想的な環境なんだろうと。で上皮系の細胞に関しては理想的な培養条件がなかったためにこういう現象が起きているというのが、まあ、現時点での、まあ、振り返ってみればそういうことだったのかなと。でその頃これを何とか実現しようというので、考えたのは、まあ、癒し系バイスのこれメザーセンターとよく話してたんですけども、これをこういうのを作ればこれは起きないんじゃないかということで、まあ、これも、まあ、こういう培地を作れたらいいねという話を、まあ、15年くらい前に話をしてたんです。で、まあ、その今の、まあ、リプリケイティブセネッセンスですけども、これは、まあまあ、人の生化細胞、まあ、今思えばこのヘイフリックさんというのが使ってて、50回くらい分裂したら増えたくなっちゃうということで、まあ、今ヘイフリック限界というふうに呼ぶんですけども、まあ、この時に、タートを入れてやると、まあ、不死化するという非常にシンプルで、だからこれはテロメアが短くなることによって50回分裂すると、1回の分裂で大体テロメアが100ベースぐらいずつ短くなってくるんですけども、50回分裂すると5キロぐらい短くなってますね。で人のテロメアって大体10キロとか15キロぐらいなんだけども、10キロが5キロになっちゃうと DNA 末端を、もう、まあ、シェルトリンって呼ばれてるんですけども、要は DNA 断端としてこう認識させないのが、まあ、そのシェルトリンの役割なんだけども、その5キロ短くなっちゃうと DNA 断端と、要はダブルストランドブレイクだと認識されて、それがセルサイクルを止めなきゃっていう、 DNA に傷があるから止めなきゃっていうシグナルが入って、まあ、セネス、まあ、細胞増殖が停止と言われますね。で、まあ、だからタートを入れればこれは回避できて複製ができちゃうというのが98年になります。でこの後すぐに上皮系の細胞でもうタートを入れたら複製ができるかっていうのをやったらできなかったということで、まあ、全然タートで何もか。で、まあ、何が、まあ、この頃分かっているのは SV4 って入れると、このラジティっていうプリオンなんですけども、これを入れると延命できるけど、不死化はなかなかできないというのがよく知られていて、
で、これに私は元々はこの HPV とパピローマウイルスの私専門にしてるんですけども、これの癌遺伝子で E6 と E7 を組み入れると上皮系の細胞を非常に効率よく不死化できるということが分かってて、まあ、これは何だろう、何だろうというのを当時私はシアトルのフレッド・ハチンソンのところに留学してたんですけども、その時にやったんですけども、その結果ごめんなさい、まあ、上皮系の細胞っていうのはこの繊維の細胞と違って形態をしていくとどんどん P16 インク 4A というやつが、まあ、タンパク増えていくと。でこれはインク 4A ってインヒビットの CDK4 とか CDK6 の略で、CDK4、CDK6 サイクリン D1 っていうの、 D っていうのは RB のキナーゼなんですよね。 RB チューマーサプレッサー G1 のゲートキーパーと言われている。で、まあ、それを、もうリン酸 P16 というのはその CDK4 サイクリン D のキナーゼ活性を抑えるので、RB をリン酸化できなくなっちゃって、で RB はゲートキーパーとして G1 に止めちゃうと。だからシンプルには P16 が増えると G1 アレストが増える。で、これがさっきのプレマチュアセネッセンスのモレキュラーメカニズムというのが、分かってたわけです。で、これは、線維芽細胞はいくら形態してもこれが増えないからタートを導入するだけで不死化できるんだけども、こいつらはタートを導入しても P 字が増え続けて要は G1 アレストを起こしちゃうということで、このストレスがさっき言ったそのカルチャーストレスっていうのはこの P 字を上げるんだということが、この時点で、プラセロムの後のなんですけども、分かったわけです。でこの P16 の増加というのは、細胞老化の上皮系の細胞の細胞老化に関わっているということなんですけども、実は筋肉でも生体内でもこれが起きてて、これはネイチャーによったんですけども、その高齢者の、マッスルステムセルというのは P16 が上がってて、そのためにセネッセンスが起きていると。でこの細胞に、傷がつくと、若い細胞だったら再生できるんだけども、この老人の筋肉細胞というのは P16 が高いために傷があってももうセネッセンスに入っちゃって、それでザルコペニアって、筋肉が萎縮しちゃうというのが老人の、特徴なんだけども、この時にこのさっき言ったそのサイクリン D1、CDK4 という RB キナーゼが出来上がると若返らせることができる。今この論文の趣旨で、実際の生体内でも筋肉細胞の老化には P16 の増加が関わっているということで、さっきの話は P16 の増加というのは培養条件が悪くてアーティフィシャルな現象みたいな捉え方も今となってはできるんだけど、実は生体内の環境というのもそんなに理想的な環境じゃなくて、老化すると要はカルチャーストレスと同じようなストレスがかかって細胞が老化して P16 が増加して、実際に筋肉細胞が老化しているということをこの話しました。でこれをそれで私がやったのは、結局この E6 と E7 というパピローマウイルスの癌遺伝子がなんで効率よく不死化できるかというのを、調べたら、この E6 の当時 P53 を不活化するということで、RB と P53 を不活化することが重要だろうと考えられたんだけども、実際にはこの E6 の P53 の不活化する活性は必要なくて、上皮系の細胞の不死化には、とってこの E6 がテロメレースを活性化しているんだということが、分かったんです。でその前の E7 は何しているかというと、E7 は RB と結合して RB を不活化する。だから P16 がいくら増えてもこの RB を不活化してしまったら RB はゲートキーパーとして働けないので G1 アレストを起こさない。だから E7 によって G1 アレストを止めて、G1 アレストを起きないようにして、でタートを、これはタートをどうにしても同じことをやってるわけですけども、 E6 を入ると、効率よく不死化できるということが分かっています。でじゃあこの P16 はその際
そのストレスによって、まあ、記憶力、転写レベルで上がってくるんだけども、なんで上がってくるのか、あるいはその正常の幹細胞ではどうして記憶力が上がらないのかっていうのが、あのこの記憶力の転写因子を一生懸命、まあ、原先生が大谷って、はい、一応先言ってみます。ああ、そうか、大谷ですね。はい、こちら北里でございます。はいはい、だから、和田さんって北里どうでしたっけ。そうですね、そうです北だから、君らの先輩。さっきの、ね、ピージョン。そのまさに大谷先生がファーストをされた、うん、原先生が、ね、で、まあ、要は P16 っていうのは、後で言いますけど、通常はこの BMI1 とか CDX7-8、まあ、梅田先生も詳しいんですけども、ポリコムタンパクがここにガチガチにくっついて、ヘトロクロマジン化してて、こういう転写因子がくっつかないようにしてると。だから転写が抑制されて P16 を発現してると。でそれが、まあ、ポリコムグループが、外れて、それで転写因子がくっつくようになると、まあ、転写が起きる。この転写因子は、まあ、いろんな酸化ストレスだとか、あのオンコジンストレスなんかによって、この最終的には H2、この大谷先生の仕事は H2 がくっついて転写を活性化するという方法ですけども、まあ、こういうことが起きている。で、まあ、そのポリコングループの方は、まあ、ポリコンというのはこういう PRC2 というのが、ヒストの H3 の K20 の、ビシの20の番目にメチル基を入れて、このメチル基のマークを、PRC1、コンプレックス1というのが認識して、こうガチガチにさっきの BMI1 だとか、含むコンプレックスがくっついて、転写因子がくっつかないんです。でこの時に、まあ、いろんなストレスがかかると、この MK2-3 というキナーゼが、活性化して、これがこいつらをリン酸化して、そのリン酸化すると、ここから離れちゃうんですね。でそうすると、まあ、クロマチンがオープンになって、ここに転写因子がくっついて、まあ、P16 が転写が活性化して、まあ、こういうことが起きる。でこのストレスの本体というのは、まあ、いろんなことができるんですけども、さっきちょっと詳しく説明したロスだとか、まあ、オンコジンストレスだとか、テロメアが短くなることによっても、まあ、ストレスとして、まあ、この P53 経路とこちらの P16RB 経路と呼ばれる経路ですけど、どちらかが活性化して、で最終的にはこの CDK4-6 サイクリン B、RB キラーズが、働かなくなって、RB が活性化して G1R ストレスというのが、まあ、セネセンスの本体。この時に、まあ、P16 が上がっても起きるし、まあ、P53 が活性化しても起きるしということです。まあ、これ、もう一回出てきます。先ほどの復習で、まあ、これは、まあ、この2つをさっき E6-E7 を抑えてたんですけども、要は RB は E7 によって復活化、それから E6 はテロメレスを活性化するんですけども、もう一方、その E7 によって RB が不活化されちゃうと、こういう経路があって、P53 経路で活性化しちゃうという経路が知られてて、そうすると、まあ、P53 活性化すると、まあ、セルサイトアレストだったんですが、アポトーシスで死んじゃうと。で実際に E7 とか、まあ、入れると、細胞アポトーティックになるんですけども、まあ、それを防ぐために多分 E6 が進化してきたんだろうと。で、まあ、E6 と E7。それから他 の DNA トゥーマーウイルスとしては SV40 だとかアデノウイルスも知られてるんですけども、それらはみんな RB を不活化する活性と P53 を不活化する活性両方持ってて、これがペアになって両方止めることで、ウイルスがよく増えるようにして、まあ、細胞環境を作っているというのが、まあ、そういう説明がよくされています。でまあ、ここは2つのタンパク、一番上に P16 と、それからマウスだったら P19 ですけども、ARF というタンパクができるんですよ。これは同じ INC4A、ARF ローカスというところから、まあ、オープンリーク、違うオルタナティブリーディングフレームを使って、今まで ARF というところなんですけど、こういうところから使われるということで、まあ、このローカス非常に重要です。で、このローカスにさっき言ったのポリコームがガチガチに普通はくっついてて、転写される。
で今までのまとめで、じゃあ細胞を不死化するにはどうしたらいいかということで、まあ、繊維化細胞とタートを入れればいいと。で、まあ、タートを活性化するのに E6 だとか、まあ、ミックもタートを活性化するというの活性化だから PG とか RB 活性であのパスウェイを不活化するには E7 だからポリコムグループでガチガチに PG が発現しないようにしてやっても、これを活性化しない PG が転写活性化できないと。もちろん SHRNA を入れてもこれをできるし、RB がリン酸化できないことで起きたので、RB のキナーゼを遺伝子導入しても、これは防ぐことができる。で、よく、梅田先生に細胞を不死化してほしいってたまに頼まれたときには、この CDK4 サイクリン B の2つと、タートを入れる、この3つを入れることで、最近の肝臓の細胞なんかを不死化したんですけども、それはこの3つを。でちなみにこの実際使っているのは CDK4 の R24C ミュータントというのを使っているんですけど、これは、CDK4 サイクリン D にこの PG とかくっついて、キナーゼ活性を抑えるんですけども、この R24C ミュータントは PG6 と結合できないミュータントなので、これ原先生からもらったミュータントなんだけど、これを、入れることで PG とかいくらかあってもあるよう見つかし続けて、自分晴らしておくという状況を作り出すことができます。で、まあ、大抵の場合はこれで視化できるんですけども、これを不活化すると、その P53 パスウェイが動いて、細胞がアポトーティックになっちゃうときには、まあ、こういう、ね、さらに P6 だとか P53 の、ミュータント P53 入れたり、P53 SH を入れたりしないと、実際には細胞が死んじゃうケースも、ありました。今は多分特異な使わずにできるということですけども、でおまけは、最近、満島さんに頼まれて、その原先生で作った P21 ルシフェラーゼの、まずメフを不死化するとしているんですけども、今日来た細胞です。でマウスの場合は少し人の細胞と違うので、話しようと思うんですけど、これがマウスの細胞にこの番 PGM という解凍系の酵素の遺伝子を放り込むと不死化できるという論文なんですけども、マウスの細胞というのは不思議というか人と違って、P53 のノックアウトマウスのメフはそのまま不死化するとか知られているし、このドミネガ P53 というのはミュータント P53 ですけども、これを導入しても細胞は無限増殖できると。でこの論文でいうのは、この PGAM っていう、いや PGM っていうやつを入れると、P53 と同じように不死化できる。で、これを入れないと、パスウェイしていくと、ほとんど増殖していくということです。で、この時何が起きているかというと、P53 が、ドミネが P53 に入れて不死化できるというのが分かるように、P53 が活性化することによって、実はこの、低酸素状態だと皮膚1というのが働いて、これらの解凍系の酵素を転写を活性化できるんですけども、逆に P53 が活性化するとこの酵素を、酵素活性をなくしてしまって、解凍系1個でも止まると解凍系動けないんですから、解凍系が止まっちゃって、細胞もニッチもサッチもいかなくなる。でこれこの状態でもこれをオーバーエクスペーションすると、不死化できますよということで、ここはリミティングのエンザイムになっているというのがこの論文です。で、で培養器の酸素濃度についているので、今普通の大気圧は 20.8% と言われていますけども、この酸素分厚いのは158mHg と書いてますけども、お医者さんだとしているけど、動脈血の酸素分圧は100ミリぐらい、静脈血は30、40、これぐらいだと。で組織の酸素分圧が、実は40以下になっている。で、動脈血で、これが高い酸素の材質が運ばれて、組織で使われて、減って、静脈血は37ということです。で、この通常の大気圧の条件で僕ら細胞培養しているわけで、この高濃度の酸素分圧の時に
で培養しているわけで、これが高すぎるというのがさっきの話になってて、まあ、実際にはこれから、まあ、倍値に溶け込むので少しは下がるんですけども、この大気圧の培養をすると、まあ、要は高すぎてどれぐらいの濃度であればこの組織の実際の体内の組織の酸素分厚に相当するかというのを計算すると 2-3% の O2 で培養するとちょうど細胞の周りの酸素分厚は組織と同じぐらいになる。だからこれが生理的な酸素分厚なんです。だから本来は細胞培養というのは 2-3% の O2 のインキュベーターで買うべきなんですね。というのが結論なんです。で、その証拠がこれで、まあ、以前からこのメフっていうのは、まあ、経済発、まあ、10回ぐらい分にすると増殖となってしまって、まあ、3T3 っていうあのバイオプロトコルで 3×10 の5乗を3日おきに経済するとそのうちに一旦増殖停止するんだけど、その中から稀に不死化した細胞が得られるというのが、まあ、NH3T とか 3333 の、中身なんですけども、こういった不死化細胞というのは必ず P53 か P19ARF に変異を持っている。これが不死化細胞の証拠です。この時実は4倍体になって、染色対象があって、まあ、3T3 細胞は2倍体に戻っているやつもありますけども、3倍体のやつも結構ある。でこういうのを経てたまたまミューテーションを起きて P53 パスウェイなんですけども、どちらもに変異のある細胞だけが、まあ、不死化するというのはこういう今まで使った基本で、さっき言ったその 3% の O2 の培養液で買うと実はメフっていうのは増殖を停止しないというのがこの論文で、こうやって無限に増殖するんだけども途中で 20% の培養液に戻すとその他にまた増殖が停止するというのがこの図になっています。だから 20% O2 で買えなくなる本体というのは 20% O2 っていう高酸素濃度でボスが大量に細胞内で作られて、これによって、まあ、さっき言ったオキソグアニンという酸化グアニンができちゃって、それが DNA ダメージにつながって、そのために P53 が活性化して、さっきのガム、解凍系の酵素が、発現がなくなって、解凍系が使えなくなって、幹細胞性を維持できなくなってグロスタです。でこういう環境下でたまたま P53 に変異があると生き残れるというのが本体だということです。でだから、今回は、まあ、この条件でも変える細胞でしかも P53 に変異のない細胞が欲しいというのが条件だったので、まあ、今回この P19ARF を発現しないようにということでさっきの INC4A-ARF ローカスの発現を止めるために BMI1 を導入しています。そうするとさっき言ったようにここのローカスが多分ポリコームでガチガチにヘテロクロマチン化されて P19 が活性化し発現してこないから P53 が活性化せずにこれをグレースグローサレスと置きずに済んだ。でもできれば 3% ずつで買ってほしいっていうのが僕のこれからも、これからもいやまあはいはい、わかりました。そうでこれの代わりに N アセチルシステンってNACって言われてるやつを培地に入れてもほぼ、同じ効果があるっていう論文があってそれはこのロスを NACがNACを入れると細胞内に GSH が大量に作られてロスを中和できるんですね。でそれによって、まあ、3%O2 で 20% で買っても 3%O2 インキュベーターで買ったような効果があるということで、ナックを入れればいいっていう論文あるんですけど、僕試した限りではそれほどうまくいかなくて、もちろん延命できて入れた方がいいことは間違いないんですけども、だからもしダメだったら 20% オーツで買わざれないときはナックを入れるというのがいいかなと思います。で、まあ、大体、あ、そうですね。まだまだお話しなくちゃいけないことがあってですね。
この辺はさらっと、多分あんまり興味ないだろうからさらっと話するんですけど、僕らはパピロマウスによる子宮頸がんというのに、この研究をもともとやってて、さっき言った E6 と E7 というのは P53 を不活化したり、RB を不活化したり、テルメラスを活性化したりという以外に、その他にもいろんな機能があって、この2つが必ず子宮頸がんが高発現しているんですね。そうすると、タートが発現すれば RB が不活化されていれば P53 が不活化されていれば、それさらに免疫応答が抑制されてアポトーシスが抑制されてということで、さらに分化も抑制されるということで、このがん多段階発がんの大部分のステップはこの E6E7 が発現するだけで乗り越えられると。その後はちょっと変異が蓄積するだけで、子宮頸がんができたと。ただパピロマウイルスに感染というのは女性の7割8割の人は生涯に必ず感染するんだけど、感染するだけでは、それでがんができたら大部分の人が子宮頸がんになっちゃうわけですけども、大丈夫なのは感染しても 9割の人は3年以内に自然治癒すると。で残りの 10% は E6C7 が高発現するような状態ができて、全がん病変ができると。でこの子宮頸がんのHPV 感染ワクチンというのが、この人を助けならないようにしよう、もともと感染を、防御しようというのは、今、完全に接種が止まっちゃっているやつですけども、このワクチンの狙いがあります。で、この E6C7 が高発現というのは、幸いのことにごく一部の人で、たまたまこの感染が長く続いて、その間にこのウイルスがたまたま染色体に組み込まれるような。が起きるとこういうことが起きて、がんに向かってしまうというわけです。で、今言ったみたいに、多機能でこういういろんながん界に向かわせるようなことが起きて、プシカはさっき言ったこの、E7 によるアルギンの不活化と E6 によるタートの活性化が、最後のプシカ、上皮系の最後のプシカに起用している。で僕らはこの E6C7 を入れて、正常細胞に入れて眼科のモデルを作ったんですけども、この E6C7 が一旦、これレトロイスベクターで高発現させちゃうと、あとはラスの変異ラスを入れるだけで、増殖性を獲得しちゃうと。でソフトガンでもクロニーを作るようになった。でこのラスに加えてさらに1個入れると、とんでもなくでかい腫瘍ができて、10個の細胞を移植するだけでがん、1ヶ月、2ヶ月で殺しなくなっちゃうし、ソフトバーではとんでもなく見たこともないような大きなクローンが作っちゃうということが分かって、さっき言った、E6C7 が一旦高発現すると、あとはちょっとした変化だけでがんになると、これはほぼビトロのレベルでは証明できた。でこれは、今までこう細胞バイオだとか不死化の研究をしてきたんで、他のがんのモデルも作ろうというので、これは卵巣のモデルで、卵巣がんの、オリジンが、2つの説があって、卵管上皮という説と卵巣表層上皮という説があって、どちらも正しいと言っている人もいるんですけども、多分一部は今でも、最近はその卵管上皮の方が、説がちょっと強まっているんですけども、一部はここから上がっている。当時熊本大学の産婦人科の教授がこの説を唱えて、これを使って眼科のモデルを作ったんです。で、さっき言ったみたいに、この時のタートと CDK4 サイクリンに、この3つを入れて、このまず正常の卵巣表層上皮を視化しました。そうすると、染色体異常が全くない、細胞が樹立、人の細胞株で染色体異常のない細胞って当時多分なかったんだと思うんですけども、こういうのが自立できて、これを使って、眼科のモデルを作っていったんです。でそうすると、この上に先ほど E6C7 ラスミックっていうのを入れたんですけども、こちらは卵巣が E6C7 関係ないので、ミュータント P53 だとかラスとかミックを入れたら、がんできるだろうと思ったけど、できなくてですね、さらに卵巣がんの多くで高発現している BCL2 というのを入れると、ようやくがんができて、腹内に接種するとこういう腹膜下腫瘍が見られる。で、この辺は興味がないで、本題のさらに
正常細胞の無限培養ということで、細胞培養でよくある失敗なんで、初代培養はうまくいったんだけども、継代したら増えなくなったということが、まあ、非常に、私自身も、数限りなく経験してるんですけども、まあ、これの主な原因を湯川君が解決してくれたというお話です。で、細胞の継代というのは、ES とか iPS の場合には、もうこれ絶対やっちゃダメだということになっていると思うんですけども、まあ、それもその理由、これも機構が分かったというのは、その辺は梅田先生と共同研究でこれ発表した論文ですけども、この湯川君こちらに1年ぐらい通って、iPS の場合を教えてもらいながらやった研究です。で、まあこの、これは結局何だったかというと、まあ、上皮系の細胞、まあ、接着細胞というのは必ず経代時に EDTA トリプシン処理をするんですけども、この時に何が起きているかというのと、これ EDTA 処理して15秒処理、3分処理、10分処理、普通は EDTA トリプシンで5分、10分処理して細胞を剥がすんですけども、通常の処理時間でこのノッチが活性化しちゃうと。ということを、ものすごい強力に活性化するんですね。普通じゃ起きないから。で、これなんで起きるかっていうのを見ると、ノッチのリセプターっていうのは実はもともとノッチが、分子内切断が起きて、で切断された後のこのサブユニットが2つが、ミカノイオンで、イオン結合状態になるんですね。だからこれ、簡単に外れやすいんです。で、EDTA でいうと、ミカのイオンによる結合だから、途端に外れて、外れるというのは、要は、通常のノッチがリガンドと結合するして、これが引き抜かれると活性化するんだけども、それと同じ現象が EDTA を入れるだけで起きちゃう。で、まあ、実際には、この、こちら側のドメインがさらに、プロトリティックな切断を受けて、これが核内に入って、ノッチが、シグナルをもたらす。で、このクラシカルにはこのノッチの細胞内ドメインが核内に入って転写因子として機能して、いろんな遺伝子を動かすってことなんですけども、湯川が見つけたのは実はこれ細胞室内で機能するってことを示して、実はこれは EDTA 生じてノッチが活性化するとほぼ同時にこのロックの下にバンドができていて、これはロックが実は一部がクリーブされて、で、この形なんですけど、インヒビトリードメインが切断された形で、ロック1というそのキナーゼが活性化するんだということが分かって、でロックの基質である MIPT1 というのがあるんですけど、これが実際にリン酸化されるということが分かったわけです。で、このロックが活性化してすると、これインボルクリンというケラチノサイトの分化マーカーですけども、これが活性化して、発現上昇して、ケラチノサイトと幹細胞マーカーのデルタ N の P63 という、まあ、P53 ファミリーの一つですけども、これが発現が低下して、要は核化分化した細胞になっちゃうと。わずか40時間 EDTA 処理して40時間後に、だからまあ2日経たないうちに細胞は EDTA 処理によるシグナルによって核化しちゃうと、分化しちゃうということが分かった。でこの現象は、まあ、ケラチノサイトで見つけたんだけども、iPS でも同じように分化しちゃうと、全く同じ経路を使って分化しちゃうというのが、この梅沢のほうに来て、見つけたことで、それがこの MCD の仲間なんです。で、これをまとめると、これよくあったんですけども、ノッチリセプターというのは、まあ、EDTA 処理すると、リガンドバインディングと同じような効果があって、インターセルラーノッチというのができて、これが通常のクラシカルなパスウェイというのは核内に入って機能するんですけども、これがこの機構はまだ分かってないんですけども、カスペースを介してロック1が切断されて、それによってロックが活性化する。で、これをロック1をじゃあの活性化を、防げば細胞が分化しないんじゃないかということで、このロックインヒビッターとして売られている Y273 を入れると、まさにドンピシャで、これを入れることで、EDTA で処理しても細胞の分化を止めることができる。
で iPS も EDTA 処理して巻いても、完全ではないんですけども、このロックインヒビターを入れることで、少しこう、またコロニーを作ることができる、未分化なコロニーを作ることができる。で今多分 iPS の場合に Y にインデックスを入れるのをルーチンになっているんじゃないかなと思うんですけども、こういう機構が実は働いているんだということがはっきりしたわけです。で、まあ、ロックインヒビターを入れること自体は巨大の左大前提というのは僕の朝理学の2年後輩なんだけども、彼が最初に発表したんですけども、まあ、機構としては多分こちらが、まあ、佐々木さんはロー機能でからのシグナルをこれが抑制しているという、論文を書かれているんですけども、多分こちらが正しいかなと思います。で、ちょっとこれ寄り道すると、今は何やっているかというと、このロックインヒビターで、細胞の分化を抑制できるんだけども、じゃあなんで分化を抑制できるかというのをこの機構を見せますなって、実はこの MRTF っていう面白い転写因子があって、これはアクチンモノマーと結合して、結合すると核移行を阻害されるというような変わった転写因子です。でこのアクチンモノマーが実はロックによって、そのロックの下流のさっきの MIPT1 とかを介してこの G アクチンが重合して F アクチンになるんですけども、そうすると G アクチンが減って、この MRTF が核内に入ることができて、でこの場合には MRTF-SRF というこちらも転写因子コンプレックスとして機能する因子ですけども、それが CRAM リスポンシブファクターです、ね、それが核内に入って、この分化関連遺伝子群を、転写活性化する、これによってケラチノサイトが分化するんだろうと。で今、これを証明しろと、仮説を立てても証明されているはずだったけど、未だにまだ証明できたんですよね。こういう、多分1、2年のうちに論文に出ると思います。で実際に、これは絶の核化細胞に、まあ、ただタートルを導入しただけの細胞なんですけども、これは EDTA 処理してうまくともプレーティング、ほとんどプレーティングせずに分化しちゃうんですけども、これにロックインヒビター2種類使ってやっておくときっちりプレーティングして、さらに培養するということです。でこれは正常細胞だけじゃなくて、がん細胞の中でも、これはエナメル上質の場合ですけども、 CDK4 サイクリン D タートを入れて不死化しているにもかかわらず、EDTA 処理するともう全然張り付いていくんです。で、ロックインヒビターを入れておくと、ちゃんと、くっついた、よく増えていく。まあ、上皮の細胞に、この前、ロックインヒビターを入れたのは、まあ、ほとんどの細胞に有効じゃないかなと、うん、今まで経験しています。で、これが、まあ、僕らの論文なんですけども、同じような、報告が、まあ、これは、メカニズム全くなしですね、さっき、歴史のところでも話したんですけども、ピーダー細胞を使ったキラチノ細胞の場合の方に、このロックインヒビターを入れると、キラチノ細胞を、キラチノ細胞と無限培養できるという論文、まあ、このアメリカンジャーナルパソロジーなんだけども、これのコメントを入れて、メイキングエブリセル・ライク・ヒーラーって、まあ、ドン・アジャイアント・ステップ・フォー・セル・カルチャーっていうのが載ったんですけども、まあ、どんな細胞もヒーラーみたいに無限培養できるようになったよっていう。話はそんなに単純じゃなくて、まあ、ケラチノサイトは確かにこれでうまくいくんだけども、で彼ら他の細胞もいっぱいできるってこの論文で書いたんだけど、僕ら試したんだけども実際できないですできなくて、その改良して、今できるようになったんですけども、これは実は去年、僕らと同じような考え方で、培養して姉ちゃんに、先に乗っちゃったんですけども、今がんセンターフランク・マッキョムさんという僕らの商売畑みたいなグループなんですけど、そこに留学中にやった仕事で、まあ、彼は何やったのは、さっきの、ロックインヒビターとこの 3D ステレオを投げたやつに、さらに、ごめんなさい、まあ、この培養法を使うと、ほとんどの、この辺の上皮の細胞
は培養できますよ。まあ、ES とか iPS みたいなコロニーを作って、まあ、未分化性を維持する。で、ただし、これは消化管系の細胞では全くできないと。で、僕らもいきなりできなくて、それでですね、一方でさっき歴史の部分で話したハンス・クレバースのグループが、オーガノイドカルチャーに、まあ、こういういろんなファクターを入れると、オーガノイドカルチャーができるようになったというのが、これが創設ですけども、まあ、重要なのが、まあ、EGFI の今までも使っているんですけども、ウィント・アール・スポンジン、ノギンを入れると、あとは、まあ、ものによって違うんですけども、これを入れると、培養できるようになった。で、それは、腸管のバイオロジーを考えると、まあ、彼らは明らかにしたんだけども、この腸管にあるクリプトステムセルというのは、ウィントリセプターの LGR5、コーリセプターですけども、これが最初、幹細胞マーカーとしてあるというのが最初の論文なんですけども、実はこの LGR5 は、ウィントのコーリセプターで、ウィントシグナルを、この幹細胞は受けて、幹細胞を維持しているんだと。そういうバイオロジーをもとに、じゃあ、R スポンジン、ごめんなさい、R スポンジンのリセプターですね、正確には、LGR5。で、R スポンジンというのは、このウィントのリセプター、フリッツルドと、この R スポンジンのリセプター、LGR5 が、両方のシグナルに入ると、ウィントシグナルをものすごく100倍ぐらい強くさせるんです。でそれによってこのステムネスを維持できる。だからウィントとアルスポンジを入れればステムネスを維持できるだろうというアイデアで、まあ、これをクリスが入れたらうまくいくようになって、さらに腸管の細胞というのはこの BMP シグナルによって分化するというのが、分かってましたから、 BMP のにくっついて阻害するノギンをさらに入れたりだとか、まあ、あるいは TGF ベータシグナルでコロンの細胞が分化するというのが、まあ、TGF ベータのインヒビターを入れたり、まあ、そういうモディフィケーションなんですけども、基本はこのウィンタールスポンジンのギンを加えて、まあ、幹細胞性を維持したままオーガノイドカルチャーができるというのが、まあ、彼らが佐藤クレバースが見つけた数々のセルネイチャーサイエンスを出た論文なんです。で、まあ、でこのシステムを使ってその佐藤さんは大腸がんのモデルを作ったんだけども、この時点では、まあね、どうしてもオーガノイドカルチャーでやらざるを得なくて、幹細胞を 2D のカルチャーで自由に増幅することはできなかったんですけども、その山本さんが、まあ、このマキオンさんの留学地にやったのは、さっきの方法 2D のカルチャーと、ハンス・クレバースが佐藤クレバースが作ったシステムを両方いいとこ取りして、消化管上下に 2D で無限培養ができると示したです。具体的にはそのフィーダー細胞とウィンタールスポンジンを入れることによって無限培養できるようになりました。で僕らも、これとほぼ同じ培養法を今、確立して、培養しているわけです。で、まあ、彼らの論文の紹介を簡単にしますと、スライドを借りてきたんですけども、この、ただ彼らがやったのは胎児の、消化管の細胞で、まだアダルトからは成功しなくて、僕らアダルトからもう10年増やせるんですけども、取ってきた細胞を 3D3 フィーダーフィーダー上にウィンタールスポンジンが入ったメディアの中で買うと、どんどんさっきの ES ダイコのようなこういうスペロイドのようなコロニーができてくるんです。で、まあ、どんどん増えていって、かなりのスピードで増えていって、まあ、これはこれをまあ、マーカーを進めると、まあ、LGR5 はいい答えがないので、まあ、ソックス9で代用してますけども、こういうステンレスのマーカーが使い、KI オプションで分裂しているけども、分化マーカーは、出てない。で、これを、キラスのサイトのラフトカルチャーを元にした、このリキッドインター、エアリキッドインターフェースカルチャーでやると、3D に再びなって、腸管の構造汚いんですけども、できると。で、そうすると確かに分化マーカーであり、ムチンだとかイーコロヘンネからバカバカできて腸管の構造、あるいは
と、あるいは分布細胞だとか、まあ、炎症細胞だとか、ゴブレットにちゃんとそれぞれの分化マーカーを入れて、まあ、再構成ができる。でこれを、まあ、彼らは、順二指腸、小腸、それから大腸から取ってきて、大腸のこの時は空腸、海腸から取って、まあ、マイクロアディションだったらそれぞれ特徴的な遺伝子がごくわずかだけども、ほとんど共通なんだけども、一部が違うと。で、まあ、それぞれ、十二指腸由来の際は、十二指腸ポイネンマークを 3D で作るし、というようなことを示しているんです。で、まあ、僕らは、非常に似た培養ですが、フィーダーレスで今は培養できてて、胃だとか肝臓、子宮内膜、膵管、胆管をこうやって 2D で自由に培養ができるようになって、まあ、無限培養できるかどうかは、までは長期間培養してないですけども、経済は10回ぐらいは、肝実質の上皮細胞もできるようになって。今、梅田先生が渡してるのは CDK4 サイクリン D タートで付加して、DNA でも増える細胞ですけども、先ほどの培養法を、使うと、何もしなくてもどんどん増えるというわけです。で、この培養法を、まあ、いろんなものに、今使っているんですけども、これはまあ僕ががんセンターなんで、がんの、起源細胞の培養をしたいということで、この辺の細胞は従来の培養法でできたんですけど、この辺は全然できなかったんですね。で、3分の2ぐらいのがんの起源細胞は培養困難だからモデルができなかったんだけども、今の培養法を使うと、培養ができるようになって、ほとんどのがんの起源細胞は培養できる。で、まだピンクであるとかあるんですけど、これはできないという意味じゃなくて、まだ試したことはなくて、もう中枢神経系とかなかなかサンプルも得られないから試しようがないんですけども、まあ、多分やればできるんだろうと。で、まあ、この辺の、まあ、血液細胞とか僕らはあまり興味ないのでやってないんですけども、固形がんの大部分は、モデルが今先ほど、まあ、卵巣がんとか子宮頸がんで作ったようなモデルをインビトレで作れるというふうに思っています。で、こうなると、正常人の正常細胞というのは細胞老化せずに無限培養できるという話になって、じゃあ細胞老化って何だったんだと、でこれアーティフィシャルな現象じゃないかと、まあ、さっきもちょっと議論したんですけども、もともとは細胞老化の定義というのはまあ、インビトロにおいて一定分裂回数、一定回数分裂と落ちる、増殖停止に落ちるということで、まあ、気候としてはテロメア長が短くなって、ストレスで P16、P21 が増加する。で、もともと人の体細胞というのはテロメアス活性が低いから、まあ、こういうことが起きるんだということだけど、今の培養法を使うと、テロメアス活性が高くなるんです。で、しかも P16、P21 が上がってこないということで、この時にはこの細胞の老化が個体の老化を反映しているという期待を込めて細胞老化、セルラーセネセンスという名前をつけたんだけども、なんか話違うなということになっちゃうわけです。で、まあ、今の理想的な上皮幹細胞のニッチを再現すると、こうテルメレス活性もあるしということで、まあ、P16、P21 もあるので繰り返しなんですけど、でこういうなんか一見矛盾する話になるんですけども、さっき筋肉細胞の話でも言ったんですけども、実は個体のニッチ環境というのは理想的な環境じゃなくてサブオーティマルであるために幹細胞の老化が起きているというのが、さっきの筋肉細胞でも見られた、リボでも細胞は老化してピーチが上がってくる。で、もう一個はニッチを形成する線維芽細胞、必ずその上皮細胞の周りには線維芽細胞がいるわけ、近くにいるわけですけども、線維芽細胞だけはどんな培養法をしてもテルメレス活性はないですね。だから線維芽細胞は今でも、リプリケーティブセネッセンを起こす。で、その線維芽細胞の老化によって環境が悪くなって上皮細胞が老化するという可能性は今でもあるかなと。まあ、いずれにしても日地環境は、生体内の日地環境というのは理想的な環境じゃないために、実際に細胞は老化しているんだというふうに考えれば、この細胞老化という名前の命名法も今でもまだ生きてて、整合性はあるというのが、まあ、私が今持っている結論です。
で、あとはまあちょっとディスカッションみたいなものなんですけども、僕最近、じゃあこのセルラーストレスの本体が何なんだっていうことで、僕らもだいぶ追求したんだけど分かんなかったんだけども、最近、これは、上皮細胞で、まあ、増殖停止する細胞なんですけども、これにパープ1っていう、主にその一本差 DNA ができたときにそれを修復する、まあ、DNA 障害を、治すときに働いている、酵素です。まあ、酵素ですけども、それを入れてやると、この前にはアデノウイルスで入れてやると、一過性にしか発現しないからかもしれないんですけども、こうやって、セネセンスを回避できると。だから、このストレスによって起きるセネセンスというのは、そのダブルスタンドブレイクではなくて、一本差 DNA によるストレスだということで、それはパープが高発現していれば回避できるというのがこのことなんですけども、これまだ、なんで、アデノウイルスベクターでやったのか分からなくて、これをちょっと今確認のために僕ら実験を始めてるんですけども、まあ、ひょっとしたらこのパープを入れたら、サブオプティマルな細胞培養環境でも、セネセンスが起きないというようなことができるかもしれない。それからこれは、まあ、最後に、僕らちょっと面白い企業を作っているのでその紹介なんですけども、まあ、膵がん、まあ、がん研究の分野では治らないがんとして有名で、それのモデルを作ろうということで、膵管上皮細胞の培養をやって、まあ、これは結構今の培養法を使うとどんどん増えていくんですけども、この CDK4 サイクリンディタージを入れるとちゃんと皮脂ができて、さっきの卵巣表層上皮と同じように染色体症がない、セルラインができます。で、まあ、細かいことは述べるんですけども、まあ、膵がんというのは一番遺伝子変異がはっきりしてて、KRAS 変異と P 色の不活化と P53 の変異と、SMAD4 の不活化、テルメリスは当然活性化してて、新一化オーバーエクスプレッションしているのが膵がんのほぼ、P53 75% です。こんだけ共通性のあるがんは他にあまりないんですけども、まあ、モデルとしては非常に作りやすいということで、で、先ほどから説明してみたように P16 の不活化体 E7 で、まあ、見に行くということ、で、テルメリスの活性化と P53 のミューテーションが E6 で見に行くということで、まあ、この赤字のところは E6、E7 を入れてやって、あとラスト2個入れたら膵がんができるじゃないかということで、この不死をやったんです。で、まあ、最初はこの不死化細胞に、卵巣のモデル、卵巣がんのモデルともに P53 系ラスト2個入れてやったら、染色体異常がほとんどなくて、ないままがん細胞ができましたよ。で、ヌードマウスに移植すると、まあ、膵がんと、まあ、これ病の先生に見てもらって、梅田先生に見てもらっても、多分膵がんの病理素子像を取るようになります。で、染色しても、このケラチン19とかも膵管上皮だとかに、まあ、今日かなり特異的なものなんですけども、まあ、こういうのがちゃんと発現していて、普通の膵管と変わらないような結合をしました。で、今の不死化細胞じゃなくて、プライマリーの細胞に、さっき言った E6E7 で、P16、それから P53 の変異と、テルメリスの活性化と、を、まあ、ミミックしてやって、あとミックトラスを入れてやったら、がんができるんじゃないかということで、この時にはテッドオフシステムというので、テッドオフのベクターと、E6、E7、ミックトラス、この4つの遺伝子を同時に発現。ちょっとプラサイクリン誘導系で発現できるシステムを使ってやると、期待通りに遺伝子発現オフの時には全く使用できないけども、オンにしてやると、わずか1ヶ月以内にこういうがんができて、同じように膵がんの初期症状になると。で、この前テッドオフなんで、ドキサイクリン入れずにマウスに移植するとこうなると。で、マウスの飲み水にドキサイクリン入れると全く使用。で、できた後にさ、ドキサイクリン飲ませたら腫瘍を退縮するんじゃないかなってやったら、見事に退縮して、面白かったのは、細胞いなくなるかと思ったら、こうやって単層の円柱上皮が
残って環境構造が残ってますね。でこれは、もう E6 概念者発現してないですから、で染色体異常もほとんど起きないっていうのがかかっているので、要は正常の水管上皮がこういうヌードマウスの皮下でこういう水管上皮の構造を作っていると、まあ、そういうことが可能になったんです。でこうやって正常の上皮構造からもう一回外遺伝子をオンにしてやったら正常からがんができる様子が再現できないかな、できるんじゃないかなと思って、もう一回ドキサイクリンの投与をやめたんです。そうすると期待通りにだんだんと発現すると、パインズの膵がんの全顔病変なんですけども、こういう構造を経て浸潤がん、もともとのこういう組織に戻るという、まあ、がん化の過程を、ミミックしたような状況をヌードマウスの皮下で再現する。人の細胞を使う時のデメリットってのは、トランスユニークマウスではこういうモデルいっぱいあるんだけども、やっぱ人の細胞でこういうことはできなかったんだけども、まあ、できるようになったということで、しかも合水臓の細胞ですけども、どんな細胞でもこのモデルは使えるということで、と今までやったのは胆管、胆の、まあ、今のところ3つかな、以外ではこの部分が全く同じようにできると。で、これの意味というのは、正常と、あ、まあ、これは、生殖すると、まあ、正常の水管構造でちゃんと分化膜が発現してますよという話で、がんの時にはミックだとか、まあ、経営抑止の方が経営するんだけども、正常化した時には、正常用の免性の高まで、まあ、そうですね、この3つは今まで試して、移植すると、がんができて、再び増殖を、外伝子発現を止めてやると、まあ、胆管、胆のう用のそれぞれ正常の上皮の構造、炭素塩基上皮に戻るということで、この間を実は5回ぐらいドキサイクリン飲ましたりやめたりっていうのをやっても、この制御がきれいにかかって使用できては正常に戻って、使用できては正常に戻ってということを繰り返すことがいくらでもできるんですね。でこのモデルは面白いことに使えないかなということでなんですけども、これのがん研究からのメッセージとしては、がん遺伝子が入ってがんができている、まあ、B6-7 とは関係ないけども、まあ、理想的なこういうがん遺伝子の阻害剤を服用したら、まあ、がんは退縮すると。でもそれは薬をやめたら再び再発しますよというのがある意味、このメッセージで、がん幹細胞を根絶するためにはボーステージ症の脱用の薬剤が必要だというのが、まあ、僕らの考えで、正常化させるだけではダメだと。で今その開発をどうやったらできるかというので、まあ、こういう正常とがん幹細胞の間をこうシャトルできるようなシステムができたので、がん幹細胞の状態の時だけ細胞を殺せるような薬剤のスクリーニングが、まあ、できるだろうと。で正常では全く毒性がないけども、がん幹細胞化した時だけ毒性を示すような薬剤を作りますということで今、計画をしていると思います。で、まあ、あとデータも終わりで、どうしてこんなに、まあ、子宮頸がんは有力なラスミックで、がん幹細胞になるのもできるんですけど、膵がんでもできるし、胆のうでも胆管でもできる。なんでこんなにがん可能が高いんだろうということを考えると、さっき のワーブルグエフェクトと関係あるんですけど、まずはP53RB経路、それからテルメレスの活性化というのがん、ほとんどのがんで共通している異常で、これをミミックしていることが一つと、それから RAS っていうのは、実はいろんな変なある EGFR だとか、RAF だとか、PI3K だとかの下流の、一番キーになっているもので、この RAS 自身の変異というのはがん全体の 30% ぐらいなんだけども、その上流下流のミューテーションでいうと、ほとんどのがんでこの経路が活性化していると。で、ミックは、免染だと同じパーセントだけど、ほぼ 100% のがんで、ミックの発現状態があります。だから、まあ、このがんで気になっているところを 4つ入れてやってるんで、多分こうモデルとしてはきれいにどんな細胞のがんなんだろうというふうに、考えています。で、まあ、これ、今言ったことを、また同じこと書いてるんですけども、
でもう一つはこの4つっていうのはやっぱりワーブルエフェクトを回答系を促進させる効果が全ての遺伝子になるということで、まあ、ミックは昔からまあそういう経路があると重要だと言われてたんですけども、まあ、回答系の方でこの PKM スがかなり注目が浴びてたんですけども、この辺を活性化すると。で、まあ、E7 もこの PKM2 をPKM2 もちょっと説明すると、さっきの回答系の一番下にあるここでピルベートキナーゼなんですけども、ピルミン酸キナーゼなんですけども、これがピルピン酸作って TCA サイクルに入るんだけども、これに行かずにこちらからペントースリン酸化回路とか行くと、まあ核酸の整合とかいくわけですけども、これがこの PKM2 っていうのはテトラマを作ってる時にはこっちへ向かうんだけども、ライマを作る時にはこっちの活性はほとんどなくて違う活性があるということが分かってきてて、あ、ごめんなさい、これ、スライドでやらせていって、もうちょっとちょっとおまけで少し話も戻って、僕ら肺の細胞でも肺の病理の人が来て、肺補助医の培養をしてるんですね。で、はい、あと山田さんっていうの野口先生の筑波の先生だったんですけども、今まで肺がんのモデルっていうのは、こちら側の扁平上皮がん、こちらの細胞は、気管支上皮だとかいうのが売られてるんだけども、肺胞上皮っていうのは、全然誰も培養したことがなくて、なかったんですね。で、こちらが B63 陽性で、こういう名前で、ブロンキアルエピテリアルセルだとか、スモールエアウェイエピテリアルセルっていうので売られてるんだけども、その肺腺がんっていうのは末梢にできて、こちらがもう母細胞は何かって今まで全然分からなかったんです。で、こちら側は TTF1 陽性というのが特徴で、まあ、肺腺がん、末梢型の肺腺が TTF1 でマシンガン、扁平上皮がんか、腺がんかが PF63 陽性が TTF1 陽性というので、見分けることが多いんですけども、これの細胞群を作ろうということで、先ほどの培養法で、肺胞領域の培養をしたんです。そうすると、きれいにこういう肺胞上皮ができてきて、TTF1 の陽性の細胞を取る、まあ、これ世界初なんですけども、でそれで不思議だったの、面白かったのは、P63 の陽性だったと。で、これ、ダブルポジティブの細胞だということで、今の培養法をやると、まあ、100PD を超えて、100PD を超えたら不死化したという意味ですけども、今先ほどの培養法で、3年ぐらい前にやったんですけども、まあ、培養できると。で、すなわち、実は僕らが取った細胞は TTF1 陽性、P63 陽性の、この両方の肺上皮幹細胞を分離したんじゃないかな。で、ここから今、まあ、肺腺がんと扁平上皮の両方のモデルを作ろうということを計画してます。で、こういうダブルポジティブのがんというのは実は実際にもあってですね、このがんセンターの所長になった真野先生とか、固形がんでも、融合遺伝子、がん遺伝子の融合遺伝子があってね、アルクっていうキナーゼのフュージョン人を見つけたんですけども、これのがんは実は非常に陰幹細胞がん、未分化なんですけど、P63 陽性、TTF陽性、ダブルポジティブのがんなんです。だから、まあ、こういう母細胞がダブルポジティブな、その母細胞ががん化したら、こういうフェノタイプになるんじゃないかなというふうに考えています。で、まあ、このがん細胞、肺がんというのは、KRAS だとか、今の ARC だとか、最近 RED だとか、ROS1 だとか、まあ、いろんな融合電子だとか、まあ、VRAF の、BRAF のミューテーションとかも使ってるんですけども、さっきのシステムに、ラスの代わりに E627 ミックプラス、ラスの代わりにいろんなドライバーを入れると、それぞれ特徴的ながんができるんじゃないかなということで、まだ結果は出てませんけども、やってます。で、まあ、これ、まとめで、まあ、今はこう、不死化培養ができたんで、まあ、どんな組織でも、上皮系の細胞の細胞、幹細胞パネルが、まあ、できるようになって、まあ、がんのモデルができる、人工がん細胞の作成ができるようになったというのが、まあ、僕らの、これ、まあ、がん関連なので、まあ、患者さんから正常細胞の
分泌できるし、がん細胞も分泌できるしということで、まあ、将来は、まあ、患者さんが取ってきた細胞に薬剤感受性試験をしてから、この抗がん剤が本当に効くかどうかを体外で調べてから患者さんに使うという時代が多分、近い将来できるように、まあ、今技術的にはできるようになると、次やるべきだろうということで、まあ、がん細胞からシステムを作るように始めています。まあ、これを繰り返して、さっきあの話しかけた、話がちょっと中途半端になっちゃいましたけども、まあ梅沢先生、ちょっと幹細胞でいうとあんまり紹介できなかったんですけども、まあ、いろんな人から細胞もらって培養したり、今のくらいになっている仕事です。さっき何を話しかけたんですか、PKM2 の、まあ、データ入れようと思ったんですけど、実はこの PKM2 っていうのは酵素なんだけども、ピルビサンキナーゼなんだけど、これが転写因子として機能してるのが分かってきてて、皮膚板とコンプレックスを作って、この解糖系の酵素群を活性を上げたりだとか、ミックの転写を上げたりだとか、まあ、これは、まあ、いろんな機能があって、まあ、がん幹細胞を強いするのに効いてるというような論文がいくつか出てて、まあ、これを発現を上げるミックというのはもちろん解糖系も利用して、主に利用させることで幹細胞を維持していると、バーブルエフェクトにつながっていると、まあ、そういう話を、示すスライドを入れたつもりが忘れてしまいました。以上なんですけども、何か質問があれば何でも聞いてください。誰がこのパートナーになっているのか、あのシーズ、シーズがあるチームと先生のこの K を持っているチームをリンクしてくれる人は誰な、仲立ちしてくれる人、何なんでしょう、誰、いや今あの最初の僕のスライドに、私あの前はウイルス部っていう部だったんですけど、今発がん予防研究部になっている、もしかしてもっと予防やれって言った部長がこれのトップ部長と、いやそういうわけじゃないですけども、それでもう一方であの研究内にコアセンターっていう企業っていうのが作ってて、はいはいはい、その中にこの細胞培養部門とか細胞科を受け入れ開発部門、これをやれっていうことで、まあ、今のような仕事は、まあ、これの、部門としての仕事なんですけども、あのこれと今、病理のトップが落合先生って副所長なんですけども、そのフィオックのコアセンターのセンター長が、まあ、落合先生で、その、だから、まあ、病理の先生が全面的に協力してくれる体制ができてて、まあ、今、がんの組織だとかを片っ端から凍結するのを始めて、まあ、それが、僕らあんまりがん細胞最初興味なかったんだけど、まあ、正常細胞の培養をやってたんだけど、その技術ががん細胞にも培養できるということで、まあ、今までがん細胞って、まあ、2、3割株ができたら上等だったんだけども、まあ、100% 株ができる技術になるだろうということで、今それを目指して現在は片っ端から凍結させます。何でもいいんですよ。質問って言われてもな。質問したら怒られそうだな。まあ、アホだ。なんか
分かんなかったことがバレちゃうんだそうだよ、ね、いや、あの多分あのいつも 2,3 回聞くとようやく分かったって言われるんで1回で分かったですよ。ただ先生の昔のタンパク拡散コースが無料で手に入るようになってるから今インターネット上でそれ読むといいますか。今日のねうちの10分の1ぐらいはそのタンパク拡散コースに書いてあるから、あのいやインターネット上で手に入る無料で、うん、僕いつも配ったからもしかしたら送ったら送ってます。それ多分2000年前に書いたんだと思うんだけども、その時を目指してたものがようやくできるようになったという感じですね。また書かないんですか？え？いや、まあ、あばらしい。いやいや、そんなことないですけど。そしたら、先生、簡単に短く、パッとこう先生聞いてやってくれないですか？彼女たちが何やってるか。ああ、もちろんね。あの要するに先生の細胞をあの特性解析してるだけなんですよ、はい、でもその目的があるわけですね。先生の細胞がこんなに役に立つ、ね、それを、はい、それとあと3番目が、その次を目指してもらうっていうのは、じゃあもう喋ってて、はい、順番のうちに行こう、はいはい、お願いします。さ、もうやってやってて、はい、僕もう先やってて、すぐ戻ってくるから、はい、やってね、はい、皆さんメザーラボに来てどれぐらいなんですか？ちょうど1年ですね、はい、精神保険から一人、はい、うん、僕らとも今もですよ、もう35歳ぐらいですか今何？え、いや、ご先生のサブス、これの、あのこの先輩が僕がこっち来て3年目ぐらい大学に先生のとこ行って、そう、先生、え、怒られまくって彼ですよね、未だにいるどれでしたっけ？え、いや、田中さんって言ってたの。あ、そうですか。そうだったんですね。大事だったんですね。あ、はい。これで、去年の3月ぐらいに湯川先生に教えていただいた人三次元培養皮膚モデルの作成方法と、清野先生に作成していただいた HFF と HDK1 を用いて、インビトロ評価系の確率をテーマに学部で卒業を論文発表を行いました。で、背景はそんな長く喋らないんですけど、動物愛護の観点から動物実験を行ったと記述されて、それに伴って動物実験代替法の開発が行われるようになりました。で、代替法では人三次元培養皮膚モデルというものが開発されて、人皮膚に構造が似ている人工の培養皮膚で、人由来の非形質転換強殖化細胞を使用しております。性能とかに就職できるんだそういう、なんかそうですね、化粧品に行けたらいいなって思ってます。で、今これ、この培養皮膚モデルが市販されてまして、でその市販の培養皮膚モデルの特徴として、ロット
った細胞ソースによって特質が異なることと、細胞特性、採取したところとか、あとは増殖の管理が不十分であるとか、あとは凍結期間や三次元構築法が各社結構違ったりしていまして、このようなことから使用細胞種の安定的な供給面や高い再現性を持つ試験結果に課題が残されています。でそこで課題解決のアプローチとして、使用細胞種の安定的な供給のために不死化細胞のバンクを構築しまして、あとは高い再現性を持つ試験結果のために、SOP という標準作業手順書というものを作成し、バンク化の構築と皮膚モデルの作成に用いることにいたしました。また SOP 教えてください。はい、SOP というのはいやいや、SOP できたやつを、はい、あ、できたやつをですか。逆輸入させて、あ、はい、あ、もう私僕らもなかなか安定しなくて、いや、私のでよければというか、もともとここで HES をなんか SOP を作ってってたんですけど、そこから自分で改変しただけなので、そんな、なんか改良、あ、改良良くなったかちょっとわからないですけど、その SOP を自分で作って、それを使って、バンク化を行い、モデルの作成を行いました。で、バンク化は培養してるだけなのでちょっと省きます。で、2番目の皮膚モデルのインビトロ評価系の技術、こちらの、解析結果、作成方法と解析結果についてお話しします。まず3次元培養皮膚モデルの作成方法ですが、まずはじめに繊維芽細胞 HFF とコラーゲンを混ぜて真皮用構造体を作成します。その上に核化細胞 HDK1 を破手し、空気暴露で積層化させます。で、培養条件とスケジュールを下の方に書いてあります。で、こちらは、写真での皮膚モデルの作成